皆さんこんにちは、朝日奈彩です。しょこちゃんです。で、今回はですね、朝日奈彩のことをどれだけ知っているか、しょこちゃんと私のマネージャーさんに勝負をしていってもらいたいなと思います。マネージャーさんは田中さんっていう人なんだけど、田中さんもちょうどついて1年ぐらいですね。で、しょこちゃんも YouTube 始めてチャンネルをね、こう作らせてもらってるんで、ちょうど1年ぐらい、2人とも1年ぐらいだから、どれぐらい私のことを知っているのか、プラスその YouTube を見てくださってる皆様も、その YouTube から知ってくれてる人、 YouTube の前から知ってくれてる人だと、まあ、もしかしたら私のことを知ってくださってる方たくさんいらっしゃるかと思うので、回答を書いていっていただければなと思います。まず簡単にね、オーソドックスな問題ですよ。私、朝日奈彩の生年月日、そして星座は何でしょうか？自分の問題を自分で考えるって結構なくて、めっちゃ難しかったの。本当に3問ぐらいまでしか思いつかなくて、それ以降はちょっといろいろ考えながらだったので、ちょっと皆さんもね、一緒にお答えいただければこう楽しめるかなと思うので、ぜひお願いします。じゃあこれは田中さんの答えですね。せーの、じゃん。1993年10月6日天秤座。しょこちゃんは、はい、お二人とも正解でございます。おめでとうございます。これはわかりますよね。でもシンプルにやっぱ答えてくれると嬉しいね。ありがたいです、本当にありがとうございます。私が最近買った高額商品は、YouTube をね、ずっと見てくださってる方はわかるかもしれませんね。しょこちゃんはね、ペンがねすごく動いてるんですけど、田中さんはね今ね左手で頭を抱えております。せーの、ドン。はい、ザローの黒いバッグ。で、田中さんもバッグ。まあ、しょこちゃんが正解かな。イエーイ。はい、田中さんもね、バッグっていうのは正解なんだけど、ちょっとブランド名が入ってなかったので、三角っていうことにじゃあさせていただきたいなと思います。全然簡単。あ、いいですね。田中さんどうですか？難しいです。答えが2つありますので、まあ、1つでもいいし、2つ書けるなら2つ書いてください、はい。私、朝日奈彩の座右の銘は、うわーうわー、あれ、わかる。わかる。あれなんですよね。一番最近の100の質問でも、座右の銘っていうのは何ですかって言われて、タラララ、タラララって2つ言ってるんですよ。で、ちなみに1年前、の100の質問の座右の銘でも、私座右の銘に変化がありませんので、タララタララと2つとも答えております。え、これわかんないの？ねえ、嘘でしょ。ニュアンスだけわかるの。なんでですか。ちなみに陸上部の時に横断幕だった言葉、1つはね、もうね、ひらがなだけ。あ、わかった。ひらがなだけ。わかったかも。漢字が一切入らない。じゃあ田中さんの答え、せーの、ドン。継続は力なり。はい。おお。で、しょこちゃんの答え、ドン。ドン。やればできる。あ、一つ言っていい？二人とも正解。家族と初めて観光で訪れた東京の場所はどこでしょうか？わかった。しょこちゃんはもう黙々と書いておるんですけれども、田中さんがね、すごいね、書き始めて悩んでみたいな感じをね、今ね、やっております。田中さんの答え、ドン。お台場。あー、なるほどね、お台場ね。ドン。何？恵比寿ガーデンプレイスの時計台のとこ。あー、なるほど。違うのかな。正解はですね、しょこちゃん。すごいね、よく覚えてるね。恵比寿ガーデンプレイス時計広場一時っていう花より団子のすごく有名なセリフがあって、私と母親がその花より団子の作品がすごく好きで、東京を訪れた時に一番最初に母親と一緒に行こうって言って、そこに行った場所。よくわかったね。
兵庫県淡路島出身の私が実家に帰ると必ず行くスポットが2つあります。それはどこでしょうか。え？いや私これずっと行ってきてるんだけどな。やっぱそう、分かんないか。一つは風景がいいよね。もう一つは年に1回は必ず訪れたい場所だったりするよな。田中さんの答え、せーの、ドン。イザナギ神社と幸せのパンケーキ。はい。伊勢神宮と玉ねぎ広場。なんか玉ねぎがあるなんかところがあるんだよって。正解はですね。こちらのイザナギ神宮です。はい、イザナギ神社さんですね。はい。もう一個どこですか？もう一つは、洲本城？うわー。淡路島の洲本市出身なので、洲本城のところから一望する風景が好きだったり、イザナギ神宮に行って、ちょっと一年に一回お参りに行ったりっていうのをやらせていただいております。玉ねぎ広場ってすごくない？なかなかないよね。あと伊勢神宮ってもうね。どこにあるの？いや、ほんとほんと、三重ですから。兵庫県でもないっていうね。私もオッチの専属モデルをやらせていただいて数年経つんですけれども、オッチに初めて出演したのはいつですか？それか専属になったタイミングでも良いです。その専属モデルになったタイミングだったり、専属になる前はまあレギュラーモデルじゃないですけど、こう少しずつ雑誌に出させてもらって、そこから専属モデルに私はなっているんですけれども、初めてはだいたいこの辺かな、専属になったタイミングはこの辺かなっていうのが分かっていたら嬉しいなと思います。田中さんの答えがこちらです。2009年11月。2009年に関してはもう2021年だからもう10年以上前だからあれ、まあ、これ訂正しても間違ってたら一緒なんだけどね。2019年の11月で2020年の1月号ではないかと。2016年の8月、5年ぐらいやってるんじゃないかということですね。レギュラーで初めて出演させていただいたのは2018年の4月号から、専属モデルになったのは2019年の5月号から。ああ、でも惜しい。なので発売したのは3月から。訂正した田中さんも、しょうこちゃんも両方間違っています。私が初めて出演したコレクションは、いろいろあると思うんですよ。神戸コレクション、関西コレクション、東京ガールズコレクション、東京ガールズアバードとか。もう九州のコレクションだったり、こう北海道のコレクションだったり、いっぱいある中で何のコレクションに初めて出演したでしょうか。せーの、ドン。関西コレクション。お、へえ。え？へえ。正解です。あ私が一番最初に出演したテレビ CM は何でしょうか。初めてテレビ CM に出演させてもらったっていうのはもう7年前から8年前のお話になるので。形でしょ。これは難しいと思う。これ全問正解した人がもしいたらもうコメント欄で教えてほしい。本当に感動する。田中さんの答え、ドン。ホテルニューアワジ。じゃあそれではしょこちゃん、せーの、ドン。ホテルニューアワジ。デビューするときに雑誌のレイ、三井水着イメージガールと DHC シンデレラアワードっていうのでグランプリを受賞させていただいてるんですけど、その DHC で、グランプリを受賞するとディープクレンジングオイルっていうのの CM に出演させてもらえるっていうのがあって、その獲得権を得てからDHC の CM に初めて出演させていただきました。私が人生で初めてグラビアの撮影をしたのはどの媒体でしょうか。私はね、もうほとんど3紙ぐらいしかやってないんですよ。実は4紙ぐらいかな。そのうちのどれかって。うわー、なんかね、 YouTube で見たんですよ。 YouTube で朝日奈やって調べて全部見てんですよ私。田中さんの答えがこちらです。シュープレ。じゃあしょこちゃんの答えはどうぞ。はい、ヤングジャンプ。正解はですね、
シュープレでございます。今シュープレです。基本的にはもう本当にシュープレ、ヤンマがフラッシュメインで定期的にやらせてもらってるっていうのは大体この3種から4種ぐらいをやらせていただいておりました。ラスト問題いきます。この答えは2人とももう絶対わかんないと思う。私が初めて出演したドラマは過去にエキストラで出演したことがあって、そのエキストラで出演させていただいたドラマは何でしょうか。もう全く名前も売れていなくて、主演の方の隣をこうスッと歩いていくっていうだけの、そのドラマの名前は、今日ね10年ぐらい前のお話で、すごくヒントを言わせていただくと、私が憧れている方、北川景子さんが出演されていたドラマ、知ってる人がいたらもう結構びっくり。主演が草なぎ剛さん、草なぎ剛さんが出てらっしゃるドラマか、北川さんが出てるドラマを当てずっぽうで書けば最悪当たる可能性はあるよね。最初の一文字ど、これで正解してもさ、面白くなくない？しょこちゃんも田中さんもお手上げだと思いますので、正解を発表いたしますと、独身貴族っていうドラマがあって、主演が草なぎ剛さん、ヒロインに北川景子さん、あと伊藤英明さんだったり、キスマイ一つの藤ヶ谷さんが出演されているドラマなんですけど、歩くっていうシーンを、2シーンとお酒を持っていくなんか女の子みたいなのをやらせてもらって、それもエキストラで出演させてもらったんですけど、あ、なんかこういう世界があるんだなとすごく感じて、そこからね、今少しずつですけどいろんなドラマにも出させていただいて、幅が広がっていて、とてもね幸せに思っております。田中さんは 5.5 ポイントで、しょこちゃんが5ポイントということで、田中さんの勝利になります。はい、あの YouTube をね見てくださってる方がどれだけあのポイントを稼いでいるのか、奇跡的に10点だった人とか9点だった人っていうのはもうぜひコメントを入れてほしいです。そんなにこう知ってくださってるんだっていうのをね、教えていただければなと思います。さあ、今回の動画が面白かったなという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈彩でした。じゃあねー。いや、すごいね。難しかった。いや、難しかったでしょ。でもいい問題でした。本当にすっごいちゃんと考えたんだから